お願いしますはいいよいよはい毒をどこへいつも6へ育ちといこっの妻のための競馬教室はいいよいよ天皇賞秋キーですねはい恒例の初めて聞いてくれている方のための天皇賞秋とは何でしょうか天皇賞秋とは レースの一つで 2,000m という芝のコースを走るんですがこの天皇賞というレースはとても強い馬さんたちが出てくるレースです。ですね。で春と秋との違いは春は3,200秋が2,000なので距離が違います。距離が違うんですね うん、三千二百やったっけ？三千二百じゃなかった、三でした。お釣りだった、三千かどっちか。まあまあだいたいそんなもんやね。まあ長距離か、中距離か、これ中距離ね。そうですね。まあこの天皇賞秋というのに、まああの勝ちたいって思ってるあのオ馬さんも、騎手さんも、あの厩主の人も。 オーナーも生産生産者さんもさまざまな人たちがまあここを勝ちたいと思ってるというそういうまあなんていうかなもう,もうメジャー中のメジャーなレースですっていうことやねで東京でやりますからね。うん まあ毎年もうすごいことになのでてて、はい、もう今年もこれこれすごい馬がそうですねもう出てきてねはいねねはい、はい、まああのーうん、どこまで決まったでしょうか <laughs> まあとにかくシンプルにえっ、ー、と、はい、一着はどれだと思いますか一着はうんグランアレグリア、うん、グランアレグリアですねはい、はい、うんじゃあ今回、はい、えっと どういうふうな買い方を。買い方は。三連複。三連複。うん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 。しました。うん、なるほど。はい。理由は。理由はですね。えっと。いつものように。生まれんか、またんか考えたんですけど。えっと、今。もう、まあ、あの。予想。予想図が出てるんですけど。また出てない時の予想では。うん。 一番人気から3番人気がもう拮抗してて2倍台だったんですうんうん、うん、ですまあ、例えば、うん、あのこの前のルールを使うと、はい、その一番今回はその3強って言ってねはいそうですあの3頭の馬が、うん、もうどれが一着になってもおかしくないぐらいすごい馬が出るうもうはっきり言ったら分かりやすく言うと3歳代表4歳代表5歳代表っていう。はいはい、あの ありえんぐらいのことが起きてるんやけど。そうすると、この前の買い方をすると、そのまあ一着を決めて。その上位人気から買って、その。利益確定が1万円以上ということをすると、自動的に、あの。買えなくなるんよね。買えなくなるんです。その三強という三頭の強い馬の、二頭相手が。 多分馬たんでも買えなくなるよ、ね買えないで。そうです。予想、私。のわかりましたね。でも買えません。た,ね、ただ。はい。買える方法があるんです。三連複にするのも一つの方法です。はい。ただ三連複というのは、これまた難しいんです、ね。難しいです。はい。わかりますよね。はい。あの三着に、と、はい、いうかまあ。去年じゃない、この春に。うん 大阪杯っていうのがありました大阪杯の時にあの一番人気がコントレール2、はい、二番人気がグランアレグリア、はい、今回とそこそこ似てますね,すねそこがその2 0 0 0ルという距離も似てるんやけどまあただ大阪杯は阪神競馬場って言って、はい、その今回の東京競馬場と距離は一緒なんだけど、うんはい、まあ何ていうか 何回もこうコーナーを曲がらないといけないから阪神競馬場大阪杯の方がややこしいっちゃややこしいで今度の方が簡単っちゃ簡単なんやけどあのそこじゃなくって大阪杯は一番人気二番人気今回同じの出てるよねで今回とすごい似てるよねコントレールが一番人気で二番人気はグランアレグリアなのよ。 大阪杯の結果覚えてるコントレールが3着そうグランアレグリアが4着だよねはいそこに関してはまず考えた考えましたねっというかさこれ2強が飛んだ3強も飛ぶことあるわけよはい言ってることわかるそこもまず考えなきゃいけないということなぜならば大阪杯がそれを証明してるからはいそこまでは言ってることわかる 東京競馬場やから、あのえだってさ、あのコントレールとグランアレグリアだったら、オモババでも大阪杯でもコーナーがいっぱいあっても、え勝つから一番人気と二番人気の予想だったんでしょ。そうでえ今回だってそうだよね。あのだからそのオズの意味って勝つだろうという予測なんよ。でもその二強と言われたものが。 飛んでしまったということは、まはい、三橋というものが飛ぶという可能性もあるということ。はい、まずそれ一つね。はい、だからこそ、うん、あの三連複は難しくなってくる、ね。え、ね、だって三連複で、はい、ねその三橋が三着以内に全部入らなかったらもう絶対外れるっていうことだからね。そうですね。だからこの前あの 大阪杯でコントレールとグランアレグリアから「生まれん」で買った人は全員外れたんやからねそういうことやからねわ、はい、かるね今度は産強やから、はいうん、あのー、簡単かとかそうは言えないよね<え>言ってることはわかるねわ、うん、かりましたじゃあもう一回ちょっと基本に戻りましょう、はい、1> 1, 円ずつ買買ううとといいルルールを守ると買えないよこれあなるほど かとですね。1点外の6000円でもオッケーですよ。それ買えますか？いや,いや,いや,いやあの。いやあなたあのお金ないですか？いや,いやいやいや。<laughs> 計算したんですけど。うん。これ1万円なるか。え何言ってんの？え6000円はルールなんよ。はい。え6000円で一番あなたが来ると思う確率の高い馬連を、はい。はい。 6,000円で買うという方法もありますよってあなたの先生は教えてんのええー、あそれで計算して、うんまあ、例えば今ちなみに一、はい、番人気と二番人気の馬連、ね、の,のオッズをあのちょっと言ってみて今は結構オッズが離れてるのでもしかしたら一、二、うんまあ、番人気でいいわ一、二番人気の馬連馬連 一円ぐらい。っあ、一番人気。一九、うん、四点二倍。うんと、四点二倍、これウマレン、うま連。そうです。うま連ですね。うま連の人気順で。なんで、その三点七倍は何。三点七倍はエフフォーリアですね。うん、あ,あ、そうか、そうか、そうか。まあ、今おかしいから、まあ、たいまあ、例えば、四百円ぐらいで、まあ、妥当じゃない、これ。強い。はいはい、まあ、三百円でもいいわ。六千、うん、円買ったらいくら。六三十八。 一万八千。18, 間違えた。計算間違いしてました。うん、言ってる意味わかる。六千 <laughs>、はい、円一点勝負すれば、生まれんで。六三十三百円はつくやんか、だいたい。<体>はい、ガチガチでも。六三十八の一万八千円の配当ね。はい、あの、かけたのな、六千円ね。はい、っていうことは差し引くと。一万二千の利益ですね。はい、本当ですね。 私六千円ぐらいしかつかないかと思ってて、うん、違う違う違う、そうか、そうでしょう、本当ですね。だから馬単にしなくても一点勝負にすれば、だって三連複にするのと、この三強の時に、いやさすがに大阪杯であの一日着場その二強と言われるものが飛んだって、いやそんなこと秋もあるかっていうことやるね。そうですね。いや逆に大阪杯であったからこの秋はないやろみたいな。 ということは、まあ一番人気が来ないというのはあるかもね。え、はい、え、そしたらっていうね、うん、でも一番人気が二着はあるかもよね。そうなんですよね。ね、だったらもう今回。はいはい、当たる確率一点勝負、もしくは二点勝負ね。はいわかる?はい。その選ぶものによっては、二点変えるかもしれない。うん。うん、う,んうん、なんかあんまりね、こういう時ってね。<laughs> 本当は大阪杯でもね両こういっぱいかける人ってね両方買うんよガチガチの方とちょっとでも僕たちの場合はそこだけを目的にはしてないんでやっぱりルールを守るということまねもちろんそのんていうかなこれねあなたこの前勝ったよね

だけどそれをあの今回突っ込むっていうのはねあのよろしくないわけよせっかくこの前勝ったのにそれ全部負けてしまったらわかるよねはい確率は負ける確率も高いだよねだってまだまだいっぱいレースあるわけよでこれガチガチのやつにあの大阪杯みたいにあの飛んでしまうものがあるかもしれないのにこれってもう本当に難しい難しいですねだよねだけど もしかしたらガチガチかもしれないよ、はい、っていうか普通ガチガチなんよそうですね生まれんであれば3、はい、連服はねちょっとガチガチ,ガチではさすが、うん、いやにね3強がえど1着2着3着っていうのはうは外しましたそれはなかなかないよねっていう、はいはい、でも生まれんだったらありえるよね、うんうん、なるほど、まあ、例えば1着グランアレグリア 2>,、うん、2着コントレールとかね あ,るありえるわけでしょコントロールが一番人気だったら、はいまあ、グランアリエル・グリアが一番人気でもいいわ2着にはくるかもしれない、うん、っていうかあ,のありえないぐらいの次元の強い 3,、うん、3頭なんやからさ <laughs> 普,通の普通の競馬の、うん、その。 強さじじゃないわけじゃん、はい、もう3歳の馬で一番強い馬、うん、4歳の馬で一番強い馬5歳の馬で、うん、それももうありえないぐらいもそのなんていうかなもう,もう僕はもう個人的には、うん、あのグラン・アレグリアっていうのはもし、はい、アーモンド・エイト天皇賞に出たら。うんうん 僕はググランアレグリアレリが勝っっててたんじゃなないかなって思うの、うん、それは去年であれば、うん、グランアレグリアが4歳のであれば,あればそれって現実味あるわけじゃんアーモンドアイ痛いんやからそうですね5歳のアーモンドアイはやっぱりちょっと力落ちてたじゃんはい、はい、でグランアレグリアはバリバリやってたはい僕は去年もし出てたら、うん、グランアレグリア勝ったんじゃないかなって思うぐらいの馬、うん、そうですね <laughs> はい ちょっと待ってくださいね。はい。えっとちょっと途切れてしまいましたけどね。うん、わかりましたね。はい。うん、だからまあこれいきなり三連複っていうのはちょっとギャンブル性に走りすぎですね。ああ、そうですね。うん。はい。あの前回勝って利益が出てるんだから、今回はあのある意味外れても僕は生まれんで行った方がいいんじゃないかなって思いますね。はい。 わかりますよわ、ね、かりましたうんそれでまあバックス6,000円はいうん、うんまあ、多分僕はグランアレグリアだった決、はい、着はグランアレグリアで例えばそのコントレールとエフフォーリア以外の馬連を買うつもりっていうのはあるの、はい、それがもうどう考えても3等だったら結局はもう、はい 一点買いじゃないの。そうですね。うん。まあ二点買うっていうこともあるんだけど、これ二点にすると、二点買っても F ボリュアかコントロールか。だからそれ買うと、例えば三千円ずつ買ってしまうと、足りなくなるよね。足りなくなります。そうでしょう。はい。ということはルールから外れるわけじゃない。はい。ということはどっちか一点にせないといけない。本当ですね。えということは、まあわからんよ。はい。あの最終的なあのまあ。 であのしずかちゃんの場合即パッドで買うんで、はい、まあ割とギリギリまで買える,なるんですけど仕事なんで<あ><う>そしたらもう,もう、まあ、自分が一番買えるギリギリのところでやっぱりまあ決めなきゃいけないってなってくると確実なその倍率っていうのが分かんないじゃん,うん、うん、そうすると多分一点外になるのかなって思うよね、うんうんはい 今回の秋競馬でで僕たたちが決めルルールであれば、うんはい、<laughs> あの根本のルールを破るっていうのは全然よろしくないんで、はい、ね <laughs>、うん、だからあの利益確定1万円以上っていうルールはもう絶対ないの、うんうん、今回の秋に関してはね。はいうん、そうすると、はい、限りなく僕の教えたあの方法に近いと言えば、はい、そして前回勝った あの黒字をあの必要最小限しか減らさない、うん、っていうこともしくは1万円ぐらいプラスするって考えた時にうん、うん、確率で考えた時には、うん、グランアレグリアとエフフォーリアかコントレール、うんはい、で買う時間が土曜日ということになってくる、はい、でもどっちかの一点替になっちゃうのかなと。はい このままでいくとで、ね、これ一番人気が果たしてコントレールなのかっていうのもわからんよねこれ。あのお昼から発売された時はエフフォーリアだったでけど、うん、ねえ。えグラワレグリアかもしれないじゃん。そうですね、うん、ということはもうこれもうわか,かんないよこれ。<laughs> はい、これちょっとこの今年ないレですねこれ。ないですね。 一番人気から三番人気が、はい、ほぼ全部一番人気っていうのは、はい、まあないじゃないそうですね去年のジャパンカップに近いのかなと思いながらそうやねうんだからその土曜日に買うってなってくると、はい、もうまあルールを守ることが大事っち、うん、ゃ大事なんよねわ、はい、<laughs> かるよね、はい、うん。ルールを守ることがまあこの ギャンブルに関しては僕は大事だと思ってるんで、うん、絶対ルールは守るっていうことからすると安全策で点、うんはい、これで一応前半、はい、前半終わって具体的に、はい、もう要は、うん、あのどっちよとそうですねっていうのを後半で、はい、あの話していきましょうありがとうございました